続いて志望動機ですね。架空の福田銀行があったとして、僕は福田銀行人事部採用担当の南と申します。福田銀行を志望した理由をじゃあ教えてください。はい、私の銀行員のイメージを変えてくれた佐々木さんがいる本社で銀行員として働きたいと思ったからです。実際に銀行員、私の今までのイメージは数字だけを使って融資だけしたいとか暴力的なイメージがあったんですけれども、佐々木さんとお会いすることで銀行というのはフードロスとかに変わることができるんだっていうような社会的課題にも解決できるっていうところに興味を持って私は志望しました。で、私自身がドイツだったりサッカーで自分自身のできる話をして提案するということが一番輝いている瞬間だっていうふうには言われるので、そういったところでしっかり金融知識とかを身につけて提案できるっていうような金融業界っていうのに興味を持ちました。その中でも銀行っていうのは経営だったり企画工場とかに入って提案していくっていうようなことができるので、その銀行業界に入って中でもその OB とかと斜めの方とお話しさせていただいたんですけれども、まあ、融資っていうのはあくまでも手段なので、しっかりと僕が最も提案をしていける人になるべきだっていうようなことを皆さんからお声掛けをいただいたっていうのに惹かれて、本社で私自身が法人だったりグローバルだったり社会的な課題っていうのを解決する提案をできるバンカーとして働きたいと感じました。ありがとうございます。待って、はい、丸です。久しぶりに見たいや、これね、深い意味があるんです、この丸には。実際どうだった今喋ってみて。私自身のあった話とか、具体性があるようには。あ、具体性、その通り、正解です。その通りです。銀行員って、要は福田銀行並びに、まあ、赤銀行、青銀行、緑銀行ある中で、日本国民全員が知ってるわけじゃない。だから日本国民全員が知ってると応募して殺到するわけですよ。で、殺到すると何が起こるかっていうと、志望動機がないのになんとなく応募してくる人もいっぱいいるわけですよ。で、その中で具体的に行員さんと何人も会っていて具体的に志望してますって言ってる時点でもう上位 1% なんですよ。だからちゃんと人に会った上でこんな具体的に志望してますって言ったら何で出る、何で出ますが、ここからが本題で、結論から言うと銀行はやめた方がいいです。理由は何でしょう。銀行っていうか一般的な金融、ただし外資証券会社はもう採用人数とか多かったり。違う。実際某メガバンとかって1校で1年に何人採用するとかって知ってますか。300とか400人ですか。それって多いですか少ないですか。はめちゃくちゃ多いと思います。ですよね。300人いることが価値ありと思いますかっていう話。だから採用人数はもっと厳選されていた方が価値は分かると思うので、300、400人いるところは僕は正直ワンの全部になっちゃう危険性の方が高い、うん、でもちろんその300、400人の中の上位 1% になって、例えばボーナスとかも含めて報酬の面でナンバーワンになったりとか、その社会貢献面の話とかもできるかもしれないけど、その 1% の方に入るか 99% の方に入るかって分かんないじゃん。で、確率論で言うと 99% って入っちゃう方が大きいじゃん。で、まあ、1% の方の話をされて 1% の方に魅力を感じてもそっちできなかったりするから。ちなみに銀行行きたい方って結構いらっしゃるんですけど、はい、銀行全体がダメなんですか。銀行全体がダメです。それは何ですか。だって儲かんないから。でもなんか人によっては給料だけが優先じゃないじゃないですか。例えばこういう仕事がしたいとかやりがいとか人とかいろんな要素がある中で、でも結局、はい、悩むじゃん。だいたい金なの。21、2歳の時に金じゃなくてやりがいだと思って突っ込んでみたけど、5、6年やってみて、あれこのままでいいのかなっていう風に疑問に思うっていう。どうせ同じ壁にぶつかるんだから金は今こだわった方がいいでしょって思うんだけど、どうでしょう。そうですね、こだわりたい。ちなみに同世代の同じ大学の友達とかも地元の銀行とかメガバンとか検討してる人半分以上いると思うんですよね。だから今はそうかもしれないけど、絶対に20代後半の時に悩むの。100%。もう俺31年生きてて何千人の人生相談全く分かんない。え、それって南さん結構最初から軸がお金にあるっておっしゃってましたよ。ありましたよ、はい、で最初僕とかもお金に全くなかったんですけど、それが20代後半になったらやっぱり違うなってなりやすいってことですか。なりやすい、なりやすい。だって20代後半になってくると金銭的にとんでもない差がつくんですよ。そこであれ俺このままでいいんだっけって思っちゃうんですよ。でもそう思ってからもう遅いんですよねっていう。でも金融入って転職とかもしやすいのかなっていうふうには思って、実際何をおっしゃる転職しにくいよ。なんでしにくいんですか。だって要はさ、これ言うとね炎上しますよ。正直別にこれ自分じゃなくてもよくないって仕事めちゃくちゃ多い。例えばですよ、書類の手続き、事務なんですよね。あとは、まあ、資格の勉強とかなんですけど、これ俺じゃなくてもよくないっていうことがめちゃくちゃ多いと思う。だしもうね古いんですよ全部。これ言うとまた叩かれますけどね。とある銀行では未だにフロッピーディスクを使ったりとか全部アナログだし、とある銀行ではもう社用スマホも NG みたいな。もう全部化石なんですよ。化石が稼げると思いますか。思わない。思わないでしょ。化石は必ず淘汰されるんですよ。だから年収も低いし、無駄なシステムが多いと無駄なシステムを使うノウハウしかたまんなくて、その無駄なシステムを使うノウハウって転職で行きますか。行ってない。その通り、その通り。
で、あと、一個思ったのは、フードロスって話がわざわざ単語で出てくるのってすごく珍しいと思っていて、イギリス拝見したんですけど、学生時代のインターンがフードロス関係だったんですか？あ、そうですね。そういうなんか社会貢献とかフードロスとかそっち系に興味がある感じですか？そうです、比較的。ちなみに国内ですか？それとも海外の話ですか？国内の話。じゃあ、フードロス関連の日本国内企業って結構あるじゃないですか。じゃあそこに就職すればいいじゃんってならない。だって年収そんな変わんないでしょ、別に。銀行員もさ、そこの会社だろうと。ちなみに、はい、今の就活生、結構ネームバリューって大事なんですよね。例えば将来独立したいとか転職したいって思った時に、学生企業のっていうよりも元みずほ銀行のとか言った方が社会的信用高いって思うんですよね。で、実際そう思う人も世の中にはいて、そういう面についてどう思いますか？多分ね、10年ぐらいかけてその価値観がなくなっていくと思う。今は元どこどこが価値あるかもしれないけど、うん、10年後ぐらいはどっちかっていうと YouTube とか Twitter とかインスタとかのフォロワー数の方が大事になってきたりすると思う。だって別に中卒でもさ、フォロワー100万人いたらもうすげえじゃん。だから肩には関係ないんだよっていう。まあでも、いろいろ受けて内定取った後に最終的に判断するっていうのもあるかもしれない。内定は、ね、取れるよ、銀行員も。取れるんだけど、本当にそれは幸せかって話。もっと自分自身を見つめて、自分自身がやりたいことは何なのかを見定めないとっていう。そのフードロスのベンチャー企業のインターンはもう今やめてないの？やってはいるんですけど、緊急事態宣言とかでうまく活動できてない。そこにもっと本気取り込んでいったらいいんじゃない？で、本当にフードロスという問題に自分興味あるのか、ないのかをもう一回見つめ直した方がいいと思う。興味ないんだったら、まあ、銀行員になってもいいかもしれないけど、金の面で絶対苦労するよ。苦労するというか悩むと思う。30代手前ぐらいで。今は分かんないかもしれないけどね。じゃあまあ6年後ぐらいにまた会いましょう。ということで、はい、最後にですね、今日の感想をいただいてもいいですか？こう自分を発信ができてはいたんですけど、相手が想像できないって言葉があったように、自分自身の強みだったりとか、実際働いてみてどうなのっていうのは全然想像できてなかったなっていうのがおっしゃっていただいたので、もっと社会人の方とお会いをして世界を広げて自分自身の強みっていうのを伝えられるようにしていけたらいいなっていうふうには感じました。はい、頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあなじゃあこのチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。